そんな直線的な動きで機械獣との戦いはそれなりに経験している。格闘戦になるか。もらった。いい機体だ。俺の反応についてきてくれる。機械獣との戦いはそれなりに経験している。周りに入った。これで決める。バカにして。機械獣との戦いはそれなりに経験している。ドリセルさ、この頼むぞ、ガンダム。ドリセルさ、この雑な攻撃を。走行で受け止められるのなら、あの頃より進化しているとしても。落ちろ。これ以上のダメージは。回避運動に入るのは遅い。間合いに入った。
て決める。まだ方法はあるはずだ。勢いは買うがそれだけだ。あの頃より進化しているとしても、これだけの攻撃ならば。そこだ。直撃させる。怪獣との戦いはそれなりに経験している。クリセルサ、この タイプやれるのか。向かってくるなら、指導者のエゴに踊らされた結果がこれか。戦うことでしか意思を示せないのか。敵の懐に飛び込む。落ちろ。俺もガンダムの伝説に食われるのか。
でも隙を見せればこれか。受けた恨みは忘れない。この距離ならば。そこには当ててほしくなかったわ。海の色が赤く染まってゆく宇宙の口調だ。このまま風にさらわれたい。目標を捕捉した。来るなら来い。ウィンダムがここまで傷を負うなんて、戦い以外のやり方はないのでしょうか。緑の疾風、反応が鈍い。防御にトラブルか。熱くなれ夢見た明日を、必ず高価なおもちゃを叩き潰してやる。多少の戦力差があろうとも。てめえとドラゴンとじゃ格が違うんだよ。ゲッターの相手は柔な機体じゃ務まらないぜ。ゲッター戦を直接ぶち込んでやる。ということか。
冷めた視線に苦しみ、見えてる本当の自分に向き合えずに、苦しく限界の向こう側、 Be yourself、 生きてと輝かせるメロディー、輝ける場所が増えた、つなぐ小さな勇気を持って、自分以外の誰かに名乗らしなくていい、何も泣いてる、そのストーリー聞かせて、笑えた無邪気な叫び、美しいよ、完璧求めすぎてさ、崩れた聖なる世界でさまよ、寄り添い
あのモビルスーツには注意が必要です。今しめの風、もう限界だ。脱出装置を